やー、ほんとすごいね、朝の関空結構にぎわってますね。関西の経済的にはこれ非常にいいことやと思います。で今からこの関空のターミナル1で、上海に向かいます。上海7年目なんですけど、まあ、どのように変わってるか楽しみです。これ見てるとこ結構外国人が多いですね。100円のお茶をゲットいたしました。なんとこれ108円で買えるという非常にリーズナブルですね。さあ今から出国手続きではなくチェックインですね。チェックイン4階です。お、すごい人。わあ、広いねこれ。いいね関空。ここですね、アナ上海です。お、なんか面白いポスターありましたねこれ。ゴルゴ13外務省、いろんなことやってますね。マニュアルを読んでおくことだということで、じゃあチェックインしましょうか。富士アナの搭乗券ゲットいたしました。 NH973 という便みたいですね。まあ、荷物も一つだけだったんで何の問題もなかった。荷物検査ですね、保安検査です。結構ね、全身スキャンみたいなのがあって、今から、まあ、荷物の検査プラス体の中身の検査です。ギャラクシーノート7持ってますかみたいな注意書きがありましたね。海外旅行に持ってきたら便利なもんっていうのをちょっと紹介したいんですけど、まあ、これ別にこの何でもいいんですけど、エコバッグがですね、機内とかあとちょっとした外出の時にものすごく便利なんですよ。でこの中に上着とかあとペットボトルとかノートとか入れて、まあ、外出するとですね、荷物も少なくて済むし効率的な海外旅行ができると思います。このエコバッグの他にですね便利なのはこの腰のこういうベルトに通すタイプの、まあ、小さな入れ物ですね。この中に今パスポートとか入れてますけど、あとは後ろのバックパックね、まあ、こちらはいろんな、なんですか、カメラの重要なものとかそんなにすぐに使わないようなものが入っております、まあ、この3点セットね、バックパックとでエコバッグと腰のこれ、この3つぐらいあったら、まあ、外出ても大丈夫じゃないかな。これね、人少ないね。今から16番ゲートに向かいます。結構揺れるね。あ、てかこんなんなってんの、どうなってんの、車輪で動いてんの。店結構あるんですよね。ほら、タリーズとか、ラーメン売ってんね。はい、行こう行こう。今日いつ？ってかもう。すいません。中止。さあ、行きましょう。いや、ギリです、ギリです。というわけで、バンチャンネルのバンバテッペイでした。チャンネル登録といいね評価よろしくお願いいたします。今から穴木で上海まで行きます。毎日夜9時、新動画公開中です。それじゃあ、皆さん明日の動画までさよなら。